さあ今日はですね、長野県の小泉商会というところに向かっています。何をしに向かっているのかと申しますと、とある車をですね見に行きます。そのとある車とは AE です。 AE 僕はもともと AE で育ったので、酸いも甘いも良さも全て知っております。まあ時代の流れもありまして、再び AE に関わってみようかなというところで到着しそうですね。到着です。あった出てきたあれだ。そしてあの目の前にある白いやつ、あれが今日見に来た AE ですね。じゃこんにちはどうもこちらですね。佐野八五ちゃんです。はい。今なんておっしゃいました？八五ちゃんです。そこちゃんとしとかないと。レアな。そうです。さっきからちょっと AE と言ってましたが、今日僕が見に来たのは AE 八五です。八五でした。後期のスリードはトレノ。いいね、いいね。これのね、うん、AE の好きな順で言うと。うんうん、スリードアのトレノ、はい、トレノ、はい、後期、後期ってこだわりですね。僕ね、はい、86乗ってた人からすると、前期と後期だったら絶対後期が好きじゃん。あ、まあ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 、たまに前期好きっていう稀な人もいるけど、いるけど、基本86で育った人は後期に憧れるはずじゃん。確かに、ね、その時綺麗になるし、まず茶色い内装が嫌だとかさ、ありますよね。後期に対しては嫉妬心があるじゃん。とにかく後期のスリードアトレノが好き、まず一番大事です。2番目は3ドアの後期のレビン。レビン、はいはいはい、後期後期ですね、3ドアね、はい、3ドア。3番目は、まあ、2ドア後期レビン。ああ、もう絶対後期ですね。そうそう、絶対後期前期は入らない。ちょっとね、今これを言うと前期の人手切り回すかもしれないけど、俺は後期が好き。なるほど、そこはこだわりですね。そうそうそう、イカ天っていうの昔出たんですよ。うん、見てました。一番最初出た時は四国アサンサーキットって時は前期回後期だった、うんうんうん、あ、そうなんですか。その後に那須エクスプローラーサーキットってところで全国大会に出た時は後期の8号トレンドだったんですよ。ボディ違うんですね。8号回86だったんですよ。だから僕は8号のボディを使うことに抵抗がないんですよ。あ、なるほど。すでに昔8号ノリだったから。そういうことですね。だから今回、はい、小太郎から話もらって、はいはい、8号ですけどって言った時に、うんうん、嫌じゃないねと思って。そんなことしたの。俺はぜひ見に行こうということで今日来ております。なるほど、ありがとうございます。 AE85 ですけど、はい、明らかになんか違う状態だよね。そうそう、だからそのまあ元の持ち主の方が、うん、まあ、自分で多分乗ろうと思って、うん、なんかエンジンとか、まあ、これ急に後期っていう、まあ、ちょっといいエンジンなんですけど。そうだよね、はい、あの後方見たらね。そうなんですよ。それをなんかね、まあ、乗せ替えて、うん、月日が流れ、うん、燃料も腐り、うん、もう今はかからないと。なるほど。そんな感じです。まあとはいえ、はい、あのかなり素性はいいに間違いないと。そうですね。だってね、うん、ここも開いてないしね。そうそうなんですよ。ちょっとシール軽く割れてるぐらいで、まあまあ全然多分。あれはシールだけだもんね。そうですね。これノリなんで、うん、まあ、この辺は綺麗にね、もう一回エンジン下ろしてやればいいかなっていう。うん。2万キロなんですよ、これ。うん。すごくないですか。そうだね。2万キロとはいえ、それはフレームの話だよね。まあそうですね。だってデフも、エンジンも違うし、ミッション、ホーシング、すべてにおいて8号って使えないじゃん。使えないですね。ね。だから乗せ替えたものの距離は別物だもんね。そうですね。まあ2万キロじゃないです。だから発行だけです。2万キロなのは、ボディと内装。内装。このダッシュボードとかね、はあ、めっちゃ綺麗です。
綺麗とはいえ8号シートだよね。そうなんですこれヘッドレストだし、こっちなんかね、うん、これ86のシートなんですよ。あ、 GT や、 GT、 あ、よくご存知で。俺は一応86マニアだからさ。でも綺麗だな。そう、なんかめっちゃ綺麗なんですよ。こういうのが嬉しい。そうですね。この下何これ、ラジオ、純正のラジオじゃないですかね、うん、生きてないなこれ、うん、外しかないわ、うん、へえ、まずこのダッシュボードのひび割れもないし、天井もすげえ綺麗、嬉しい。やっぱね、この年式の車はもう大体もう朽ちてるからね。このペダルとかももうゴムとかまだ全然綺麗だもんな。そうですね。このメーター85じゃないよ、でもね、そういえば85なんですよこれ。嘘、6000回転じゃないですか。だからそう、これ変わってればなんか距離怪しいなと思ったんです。なるほど、はあ、そうか、レッドゾーンが6000だから。そうなんですよ。でも折ってないな。折ってない、うん、全然折ってないですね。全然折ってない、うん、だから走、いわゆる俺らが言う走るって人じゃないね、きっとね。全然走ってないと思いますね、はい、足これのあれちょっと低いですよね、スプリングのみ。アッパーとかノーマルなんで、まあ、昔のダウンサスとか、うん、そういうあれですよ、ね、H150 とかね、まあまあ、懐かしいですね。そういう多分田辺、はい、田辺とか、うん、はい、まあ、フォーシングとかも、うん、86になって、ね、まあ、1個86のドナーがいたんだろうね、うん、そうですね、丸々なんか移植したって話だったんで、うん、まあ、スタビもついてるし、うん、つまりメンバーごとちゃんと変えて、うん、そうですね、全部も一式フル移植したような、うん、ということでね、じゃあ、まあね、これ今日見てからこの車を譲ってもらおうかどうか決めようかとか言ってますけど、もう買う気満々で来てますけどね、まあまあ、まあ当然いじりたいわけですよ、はい、で、まあ、ちょっとこの間も話したけど、うんうん、ボディーワークをちょっとやりたいところがあって、はいはいはい、なんかそこでボディーワークをやってもらって、うんうん、その後車いろいろいじるのはこちらでお願いしたいかなって気がするんですよ。あとね、サイドステップって手に入るかな。あ、純正ですか、うん、あ、 ありますよね。ある、はい、リップは、リップもあります。ある、リップまだ新品でいいじゃない。あ、前期リップですよね。そう、前期リップ、うんうん、まあ、手に入るんで。前期リップはそこの愛知県の、うんうんうん、あの三好さんのところがすごくうまくつけてくれるんで、うんうん、あ、そうなんですね。すげえうまく作ってくれるんで、これはいいですね、うん、一番かっこいい形です。ただそこにブスブスっと刺すとなんか簡単だけど、こうなっちゃうとちょっと、うん、真ん中下がるし、そうですね、で、なんかあのネジ揉むのちょっとね、嫌、はい、じゃんね。そうですね。あ、これある、これも新品あるんですよ。ある、はい、はい、一式あるんで、だこれちょっと嫌なんだよ、そのはダメですね、うん、ザ8号が8号、この辺のものも、うん、そうですね、塗り直すか綺麗にするかなんかしたいんですよね。うん、そうですね。これでもね、これ多分ね85なんですよね。あ、だよね、ちっちゃいね、それなんか、うん、だからこの辺も86のパーツに全部、はい、でこの辺も全部あるんで、うん、その辺はしっかりちょっと変えて。これも汚いから、あ、というかエンジンさ、エンジンどうしますか。いや、なんか、はい、どんな感じに、どんな感じにする、どんな感じでももうやりますよ。ね、はい、今回ね、ヨタ、はい、8をキャブにしたでしょ、うんうんうん、キャブにして思ったけど、うん、俺にはちょっとめんどくさい。はいはい、まあジェットとかちょっとやんなきゃいけないですもんね、うん、もうだし、保管してる間に、うん、ガソリンがさ、臭いじゃん。ああ、確かに。俺みたいにあのいっぱい車あって長期乗らないことがあると、はいはいはい、やっぱこのインジェクションですね、インジェクションがいいかなと、はいはいはい、まあせっかく急に後期、これまあ結構いいベースなんですよ、うん、なんでこのエンジンをちょっとチューニングして、うんうん、でまあ、4スローにして、うん、でまあ、今フルコンいろいろいいのあるん で、うん、でまあ、インジェクションで制御しちゃえば、うん、まあ、乗りやすいんかなっていう、うん、あ、いいよいいよ、いいですか、うん、あれ、これどこだっけ、これこうです。あ、そうか、これなんか新品出ますけど、まあ、これ新品みたいに切るじゃん、うん、全然いいんじゃないかね。 あ、これダンパー終わってるな。そうですね、終わったです。これでもいいか、別に。いや、ダンパーありますよ、ね、ある、はい、すごい、何でもあるね。何でもまだ、なんとかだね。86得意なの。まあまあ
これ綺麗になるのかな。多分なります。はい、磨けば。まあ塗っちゃってもいいですけどね、これ。うん、艶消しとかで。あ、まあテールはこれまだ新品あるんですよ。あ、まあ新品、まあこれ磨けばこれも綺麗になりますけど。じゃ新品がいいです。そうですね、はい、新品しましょう。ウィングどうしよう。ウィング、まあこういうやつですか、ノーマルの。だからそこをね、うん、TRD なのか、うん、ノーマルなのか。どうですかね、まあ純正のあれですもんね、バンパーとかは。うん、まあもうつけてもちっちゃいやつのような気もしますけどね。ね、大人だからね、もうね。そうなんですよ。そう、俺もいいんですけど。うん、俺もかっこいいですけど。俺もまもなく51だからね。まあまあまあ、全然まだまだ。足とかどうします？足、うん、足、ここオリジナルがあるの？もありますし、なんか、なんかもしあればあれだし。ない。あ、ないですか。うん、じゃあまあ、はい、いいやつです。うん、はい。乗り心地よくて、まあ結構走れる。うんうん、とはいえ、こっちもあの予算が無制限にあるわけじゃないんで、そこ大事ですね。なるべくあの、リーズナブル。あの、もちろん、もちろんあの、はい、お金は払うんですけど、はい、多少、やりすぎないっていう。そうそうそう。多少、そうですね、やりすぎる傾向にあるんで、多少気使ってもらえるだけでありがたいです。そうですね、わかりました。じゃあ、というわけでですね、はい、ちょっとこれからお世話になります。はい。利用しましょう。ちょっと楽しみになってきましたね、これは。